今回は猿が屋外で撮影したので私が解説します。福さんの動画に映っていた100円ライターが目に入ったのをきっかけに、ふとこの動画を編集してみたのですが、セリアで売っているウルトラライターはガスが簡単に補充できることを知ってますか？ダイソーにも同じタイプのものが売っており、説明書では使い切りタイプとのことですが、自己責任で挑戦してみたい方のために改めてご紹介してみます。このライターのメリットは安いのに壊れないことです。以前猿が1000円前後で買ったライターがたびたび壊れた反面、こちらは一度も壊れたことがありません。しかも着火口が6センチも伸びるため、使うときはすっと伸ばして点火するという、まるで外のあれそっくりな使い方ができます。映っているような外のライターはバーナータイプで風に強く CB 缶からも補充できるなどメリット多いのですが、価格が2500円ほどします。猿の場合、ライターは焚き火バスケットやギアケース、アルスト袋やギバックのポケットなど最低でも4箇所に配置しておきたいので、1つ110円の100均ライターは大助かりです。最悪壊れても110円なら気にもなりませんし。ただしこのライターの弱点はガスがなくなったら使い捨てという点です。以前は猿もガスが切れたら捨てて新しいものを買っていたのですが、実はこのライターをお尻の方から覗くと妙な穴が見え隠れしています。では穴の正体を暴くために早速分解してみましょう。ここから先はいつものように自己責任ですので、改造に不安を感じる方はここで見るのを中断してブラウザーバックしてください。2つのプラスネジを外した後はマイナスドライバーで溝を広げてやりましょう。この時プラスチックが割れないようにゆっくりと溝を開いてください。すると爪が見えてきますので、これもゆっくりとこじれば外れます。カバーのプラスチックが外れるとわかるのですが、伸縮棒の左右に閉じるための爪や丸い棒が並んでいますので、それらが外れれば2つに分かれます。カバーが外れたらお尻の部分を見てください。なんとガス注入口が丸出しになっています。普通100円ライターはガス注入口がプラスチックで覆われているのでこんなに簡単にはいかないのですが、このライターはカバーを外すだけで OK です。見ると液体ガスの容器が完全に空っぽになっています。ここでもう一工夫しておきましょう。次からカバーを外さないでいいようにガス注入口の部分のプラスチックカバーを削っておきましょう。カバーを閉じても穴が見えるように100均の丸いヤスリでプラスチックを削ります。このプラは柔らかいので5分ぐらいで簡単に削れます。削って出た粉をきれいに掃除したらガスの容器を元の場所に戻します。ダイソーで売ってたガスライター専用のガスボンベを使ってガスを注入してやりましょう。あっさり注入できるので超簡単です。液体ガスが満タンになりました。あとは電気コードなどの動きを妨げないように着火口の棒を伸縮して確認しながらケースを元に戻します。閉じました。お尻にはしっかり穴が開いていて注入口が見えています。ダイソーのガスボンベにはサイズ調整用のアダプターが複数ついていますが、使う必要はありません。そのままの状態であっさりガスが入ります。ガスの残量は、容器外側の窓からも確認できますので、100円とは思えない便利さです。早速、着火してみました。問題なく、火がつきました。今回の DIY のポイントは、プラスチックカバーを開ける際に、力ずくで一気に開くと割れる可能性があるので、その工程だけは慎重に焦らず作業することですね。あとは余談になりますが、ライターの装飾が物足りないと感じる方は余ってるステッカーなどを貼ってやるとかっこよく決まります。ステッカー一つで一層愛着も湧いてくるので、そうした DIY も良ければ挑戦してみてください。そういえばダイソーには赤い色の全く同じ形のライターがありましたので買ってみたところ、これがなかなかに良かったです。赤といえばあれと思ってロゴを両面テープで貼り付けて素
ストレッチテープで圧着させて癖をつければ完成です。こうした見た目の一工夫も110円だとダメ元で遊びながらやれるのが DIY の楽しいところなので、お暇な方はぜひ挑戦してみてください。皆さんからのコメントもお待ちしております。ご提案や感想、ご質問などたくさんいただけると嬉しいです。それからこの動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。